剣眼絶命トーナメント A ブロック第5試合、大観衆は世紀の対決に沸いていた。超人対超人、デカスリーと測定不能室伏豪蔵。対するは優勝候補の一角猛虎若月たけし。現在のヘラクレスと歌われる室伏であったが、かつて一度だけ敗北を味わったことがある。その相手こそが若月。今宿敵へのリベンジが始まる。勝負あり。勝者若月武志。すごい、すごすぎる。ありゃもう